よいしょ、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 よいしょ。じゃあちょっと説明しようか。まず、ロゴを、あそこの僕が、まあ、あんな長いメール書いたの何年ぶりぐらいかなと思うぐらいで書いたけど、あのロゴをまず作ります。12月中旬に中間検討会的なのやって、下旬に発表会みたいな感じでやります。やっぱりその振り返るだけの50年じゃなくて、これからの未来をどうこっから作っていくんだろうと。だからこそこの若い人たちにチャンスを作りたいなって思ってるっていうのもそこなんだけど、とにかくね、転がっていたいって言ってます。スタンダードとこうパンクというかね、ローリングの兼ね合いみたいなのは非常に難しいとこだと思うんだけど、いや、なんか面白いメンツが集まってるから非常に僕は楽しみだし、まあ伸び伸びやってください。おはようございます。おはようございます。遅くなってごめんなさい。石川です。よろしくお願いいたします。わあ、嬉しいな。もう本当に嬉しいです。石川さゆりです。よろしくお願いいたします。まあきっとお父様とかお母様とかおじいちゃまとかおばあちゃまとか、私の歌を若い頃から聞いてくださった、楽しんでくださった方もいらっしゃるのかなと思うので、なんかそういう意味では、あ、ちっちゃい時うちで石川さゆりの歌って聞いてたなっていう方もいらっしゃるかもしれないですけれども、まあでも本当にこうやって時代がどんどん変わっていく中で、みんながそれぞれに大変な日があってね、なんかそんな中で、そうだ、今だから私が若き学生さん、これから社会に出てくる皆さんと何かコラボレーションしながら、今までの私のこの50年の中で、私もいろんな先生とか先輩方にいろんなものを見せていただいて、あ、そうか、こういうことだったんだなっていうのをまた皆さんと一緒にお話ししたりしながら、石川の今の時代こんな面白いものがあるんですよ、僕の感性の中にはこんな面白いことがあるんだっていうのをコラボレーションして、やっぱりこれからの日本のエンターテインメントだったり面白い芸術っていうのが生まれるとしたら、それは本当に私も嬉しいことだなと思うので、本当に皆さんと一緒に年上とかなんとかっていう、そういう壁は取っ払って作るということは、みんな平等に同じエネルギーを出し合って、向かっていくことだと思うんで、よろしくお願いします。